よし。朝だからみんな寝てるか出勤か、今日。坊ちゃんとこいるんだな、みんなな。カイジいらっしゃい。レジオちゃんもどうも。シュンちゃんもおはよう。アースいらっしゃい。おう、みつぐ。DJ カービン、レモネード。髪色いいね。だってもうさ、顎ひげがさ、白髪だから、黒髪こっちのウィッグにしたら変じゃん。だから三つ木。うん。みやび丸おはよう。いつもありがとう。ひげは剃らないよ、ここは。俺バリカンで買ってるだけだよ、これ。ここだけは生やしてるから。おう、草薙、おはよう。いつもありがとう。今日はお漏らし大丈夫か？今日は、お風呂一緒入ったから大丈夫ね。短い方が、ですね。地毛の量が少なすぎるので、短いウィッグはリームです。カビオン、おはよう。おう、四ついらっしゃい。おはよう、朝から。よいしょ。ハゲは堂々と出そうぜ。いや、たまに出すよ。うん。おっと、四つの心窓、決まった。あざ、ビクトリー。ありがとうございます。姉さんまだかな？まだ放送やってるみてよ。だからほら、延長ほら、30分やるんじゃねえの？コインもったいねえって思ってるから。あの人結構律儀だから、もらったコイン？ああって思って使うんじゃない？俺なんかほら途中で切ったりするんじゃん。時間なんか気にしねえで。ああ、もうやめる。はい。じゃあお疲れ。とか言うじゃん。あの人違うから。おーちょちょちょ、もうコインいらないよ。とか言うじゃん。あの人そういうの結構気にするから。RT もいらっしゃい。いつもありがとう。坊ちゃんは、しんちゃんとラブホ行くんだってね。ん？さあ、どうでしょうね。10分で、空いたの知らせてもらったら行くって言ってたよ。あ、そう。じゃあ、LINE 送っとくわ。あ、そっか、配信中だから、わかんねえのか。あ、開いたよ。やっとるよ。LGBT にはバイもあるからオスとラブホ行ってもよくない？誰が？そのヘッドホンどこの？ここ？
俺ここの、これ、川のフジュルじゃねえよ。このヘッド、マイクもこれと同じメーカーでセットで買ったんだよ。うるせえよ、すったくしてんじゃねえよ、この野郎、SI よ。おめえよ、ケツ蹴りやげんぞ、こら。つうわけ、こら。違うよ、このマイクが欲しかったのを、買った時にヘッドホンのセットだったら安く買えるから、そういうセットで買っただけだよ。うるせえな、この野郎。マイクの向きはコードを上に巻くんだよ。は？バカなのお前。バカなの？このマイクは下でいいんです。アホ。あ？スタンドいらねえじゃんってなんでだよ。スタンドいるべや。バカかおめえ。クソ野郎は。はあ？何が無知なんだよね。いいからお前ら。もうね、茶一発投げてな。お前らニートなんだから、この時間でな。ああ、仕事もしてねえんだろ。ああ、田中おはよう。クソどもがよ。何がヘタレがまた生きがってんだよ。おめえらから突っかかってきてんじゃねえかよ。せえな。ヨコさん。ありがとうちゃん。ああ、坊ちゃん終わったよ、枠。うん。かまってあげな。めんどくせえんなもんよ。こいつはしつこいし。とも子おはよう。ナノピコヨーコ、おはよう、ありがとう。じゃあ上がったら私が構う。ああ、佐野さんのお仕事はアンチを構うことでしょ。もう疲れんだっつーの。毒舌でもいいんでしょって。いいけど、いや、俺別に何も相手にしてない人から、バーって言われたら、カチンってくるよ。あーみたいな。ヤニッコー、ありがとう。ウィッ。こんな感じ？今ヤニッコが投げたの。ウィッ。ウィッ。いいよ別に。お好きにどうぞ。香川にも佐野さん相手してもメリットないって言われるしな。いや昨日俺になんか LINE かかってきたよ。行かねえって。うん。来ませんかって言われたから行かねえよ。俺出前館頼んでたから。いや、坊ちゃん行ってんのは知ってたけど。ああ。うん、出前頼んでんのにお前。
行かねえよ。飯食ったよ、め。一回寝ようかなと思ってたんだから。なあ。俺には俺のさ、リズムでさ、やってんだからさ。俺意外と、自分のリズム以外で動かない人だよ。めんどくさがりの究極だから。その真逆にいるのが坊ちゃん。あの人超アクティブだからね。マジで。チャカ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 動くで。ああ。ううああ。ミスチルちゃん、了解。たまにな、みつぐちゃん、坊ちゃんはな、こうやって俺の枠を開けさせて、ロムって聞いてるだけで寝落ちするパターンが多々あります、あの人は。ああ。だって、俺と LINE 通話中に返事返ってこなくなって、おーいっつって呼んで、おーいっつって、俺切っちゃうもん、もうか、ああ、寝たな、この野郎。バランスなじゃねえ、いたか。だから寝るの落ちるじゃねえかよ。うん。いや、DM っていうか、もう通話だから。うん。カビゴンありがとう、マーロン。決まった。アラス、ビクトリー。姉さん上がってだって、おっちゃん。怠け者の究極だろ。いや、配信だけはなかなかやってますよ。よろしく。そうなんだよね。配信だけは長続きしてるよね。好きなんだろうな、俺。うん。こんだけよ。家ぶっ壊されたりよ、店を潰されたりよ、な、嫌がらせでよ、な、さまざまなよ、マンションに落書きされたりよ、な、消防車呼ばれたりよ、あ？家に石投げられたりよ、あ？それでもやめねえんだから。ちょい休憩。お前、あれだろ、酔い回ってんじゃねえのか、また。いいよ、少し休んどき。今日お前酔っ払いすぎだよ。ロケット花火な。うん。あんなのよ、ロケット花火なんかお前、人んちのベランダ打ち込んだら、お前火事になったらどうすんだっつう話だよ。考え方は、だからあの人、あれでシャブで捕まっちゃうんだよ。私、夫人に焼酎、アマゾンで送ればいい？だって、坊ちゃん。坊ちゃん結構意外と何でも飲むからな。俺一個しかもう飲まなくなっちゃったけど、コンビニで買えるから楽でいいわ。紙パックだし捨てやすいから。うん。やめねえ、佐野に転送する。だから、俺はイチコだよ、紙パックのやつ。だってこれ捨てんの楽じゃん。瓶はよ、ガチャ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 してよ、嫌なんだよ。
53歳で覚えたのは、意外と配信者モテるなって覚えました。すいません、嘘をつきました。酒かより下段マット使えんのが先だろうな。お前に言われたくねえやこの野郎。うせえなてめえよ。いや、坊ちゃん今日疲れてんだよ。その疲れた理由は、みつぐちゃん、深くは聞かねえでくれ。多分。